1480年頃のモデルの、クラビチテリウムです。とてもこう珍しい楽器ですよね。現存する最古のチェンバロがモデルとなっています。前に座ってみるとこんな感じに見えています。これね、鍵盤小さそうに見えるかもしれませんけども、実はすごく大きいです。オクターブってこれで、まあ、普通に言ったら僕、ドからファぐらいまで届くんですけど、まあ、ミまでちょっと届かないなぐらい、そのぐらいの大きさです。なのでその横幅がねすごく広いですね。でこの間は狭いんですけど、まあでもこれもそんなに広く狭くはないかな。一応入りますね。だけどもともかくオクターブ弾くのにすごい広げて弾く感じ。そして、まあ、何よりも一番重要なのはアクションがこう手前に向かって飛び出てくるということ、まあ、これがねやっぱりクラビチテリウムのこの構造の面白いところですね。響板の横にはこんな感じにとても可愛らしいというかモチーフが描かれています。まあ、描くんじゃないな、これ彫ってありますね。ドラゴンと対決する騎士ですね。十字軍か。弦はなんか金を使っているそうですけれども、材質はちょっとよくわからないんですが、ただ切れやすいということで。普通はね、チェンバロってこのジャックの幅ってほぼ決まっていて、幅っていうのはこの一個一個の間隔、要するに弦の間隔が13ミリであることが多いんですけれども、もうこの楽器はとても広くなっています。多分15ミリぐらいあるかな。なので、まあ、鍵盤も全部が広くなるというわけですね。